りですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。こんにちは。ということで本日舞台ジップ&キャンディ初日です。そう、大西にとっての初日です。そう、この舞台の作品、間違えた、この作品の舞台自体は昨日幕が開けたんでございますが、今回はダブルキャストなので、そう、大西にとっての初日は今日となります。いよいよだねってね。今回全部で8公演かな、全8公演でダブルキャストなので、ダブルキャストなので、大西は4回今回出るんですけど、でもよく考えたら大西3日間しかないんだなと思って、今日1公演やるでしょ、明日2公演やるでしょ、千秋楽、そう、3日間しかないの今回。だから本当に多分あっちゅう間に終わるんだろうなって、そう思うんですけど、だからそう楽しめたらいいなって思ってます。今日はセンター脇やん、うん、どうせウィッグ被るからいいやと思って髪だけドライヤーバーってしただけ。いやー楽しみだわ。4時間ほどやって、確かにあと4時間で本番してんのか。今3時だもんね、7時からだもんね。あと4時間だ。亀有リリアホール見て、そう、楽しみだな。なんか楽しみやけどね、初日っていう感じがなくて、そうそう、7時から何時までやるの？一応2時間20分か30分も多分予定してるはずかな、公演自体は。そうって案内が出てたはず。うん。結構長いねって。確かにね、結構長いけど、今回休憩がないので。そう。感激しに来てくださる方々はあれですね、始まる前にぜひお手洗いに行かれてみてはどうでしょうか。おすすめいたします。お手洗いのご案内です。初めて行く会場なので迷わないように気をつけます。あ、でもね、駅からすごいすぐよ。駅出るじゃん、亀有の。
メアリー駅の駅出て右行ったらすぐにでっかい建物あるから、そう、その建物入って9階かな、一瞬で行けるマジで。前ね、お兄ちゃんも1回、今回カメアリーリリアホールっていうところに立つのは初めてなんですけど、前ね、あの浜さゆなちゃんが7日間戦争してて、あ、これ7日間戦争しててっていうのも語弊あるけど、7日間戦争っていうあの舞台をやってて、でそれを見に行って、でそれがね、そこでやってたのよ。そうそうそう、だからあ、ここ来たことあると思って、そう、いろんなものがある、駅の周りに。マクドも、マクド2つあるし、両側にカフェもいっぱいあるし、スシロー、駅にね、寿司、お寿司屋さんがある、スシローやったかな、多分あって、ミスドもあるよ、ちょっと歩いたら。サイゼリア回ったわけ、松屋もあったような気っすね。そう、いろいろあるの。今話題のスシローだねって、そうなん？話題になってるの？美味しいよね、大好き、スシロー。美味しいよね、大好き。お腹すいた。今日まだ食べてないんだ、ご飯。カメアリで何か食べた？食べてない。なんか、すごいいっぱいある、何々もあんで、何々もあんではすごくない？みたいな言いながら帰ったけど、そう、うん、特に別にどっか行ったとかはないかな。ご飯もね、全部、そう、今回そう、本当あのファンの方々だったりとか、あの、そう、応援してくださってる方々とか、あの、ご飯の差し入れっていうか、そうっていう、なんかそういう今回あれがあって、そう、皆様がそう用意してくださったご飯で、そう、もう、そう、美味しくいただいているので、そう、弁当を毎日美味しく食べさせていただいております。ありがとうございます。そう、美味しい。ありがてーありがてー、本当にありがてーです。もう今日の弁当なんやろなーっていう、そう、みんなでウキウキしてます。ももちゃんとスシロー行きたい、行こうみんなで回転寿司行こうよ、今美味しい、すっごいお寿司食べたい。お腹空いた、お寿司食べたい、茶碗蒸し食べたいな。
腰が痛い。なんか昨日から腰痛いんですよね。ぎんなんあり派ですか？なし派です。ぎんなんはなし。ぎんなんはママにいつもあげてる。私回転寿司で働いてたことあるよって。もしも回転寿司でバイトしてた。高一の時。そう、すぐ辞めたけど。まかない食べた？うちらっていうかね、大西高校2年生の時から AKB に入ってるんですけど、でもバイトできるのって高1からやん。だからさ、高1とか高2とかってさ、高2はまだもう AKB やったから、私は高1の間しかバイトをしたことがなかったんけどさ、その時って夜まで働けないんですよ。9時、10時やったかな、どっちかぐらいまでの時間しか、そう、バイトできなかったんですよ。そうだからまかないが食べられる時間って多分ラストまで入る人しか分からん。大西がバイトしてた焼肉屋さんとお寿司屋さんは、そう、ラストまで残ったらまかないがもらえるみたいな感じだったから。そうそう、今9年目って今 AKB 9年目だよ。にしもうベテランでしょ案外。そうなのよ、案外もうベテランなんだよね。ごめんね、さらっと今洗濯物干してるけど。そうなのよ、案外もうベテランさんなの、チームエイトのメンバーも。そう、なんかでもさ、いや、わかんないけどさ、世の中的にこれが普通なんかもしれんけどさ、でも同じ職にさ8年9年いるのってなんかすごいなって思った。そう、もうすぐで10周年だ。いやでもね、10周年はまだちょっと遠いのよ。今この間8周年を迎えて、で今9年目だから、来年で9周年、再来年で10周年だから、そう、まだ10周年にはねちょっとまだ遠いんですよ。そうなの、職業欄にいつもなんて書くのって。その他、その他っていう欄がある。その他かっこなんちゃらって書かなあかんけど、お医者その他だけにしてる。アイドルじゃないな。なんかさ、
職業アイドルってなんかどう？なんか大西はさ、なるべくさ誰にもバレたくないの。誰にもバレたくないっていうかさ、自分から言いたくはないのよ。なんか芸能をやってるっていうそのことを。だからそれこそ最近バレちゃったけど、あの美容院の方、美容室で髪切ってもらってる方とか、3年ぐらいその方に、同じ方にね切ってもらってるんだけど、そうずっと嘘ついてたしそう最近バレちゃったんだけど、バレちゃってたっていうか、多分ずっと気づいてたけど、その向こうも多分気使ってそうやってますよねみたいなことは言わへんかった。そうそう、嘘はあかんなんて、だって全部正直に言ってたらそれはそれちゃう。だってバレたくないんだもん。ご職業何やってらっしゃるんですかって言われて、アイドルですって言いたくなくないそうだよ、嘘はね別についていいと思うんだよ、悪い嘘じゃなければね。そう、なんか悪い嘘は良くないと思うけど、でもさ、これなんか前も話したような気がするんだけどさ、世の中さ嘘つかないと本当争いが起きるよそうだよ、そう、全部思った通りに言ってたら、そうだから、いい嘘はいいんだよ。ね、だから一概に嘘は良くないってなんかね、あんま大西的にはあんま言えないんだよね。あ、25分になりました。 Thank you。 あとちょっと5分したら出ようかしら、お家で。まあ必要な時もあるわなって。そうだよ、もうそうだよねって。あ、嘘の話、いや、それ別に人間じゃない。別に俺もアイドルやから嘘をついてるってわけではなくてさ、そう、人間としてね、例えばさ、すっごいなんか分かりやすい、大西が今言いたいことも分かりやすいように言うと、人が可愛いって思うものって人それぞれ違うじゃない。なんだろうな、例えばちょっと生き物で例えるのはちょっと嫌だから、今ちょっとわけ分からへんことで言うと、あ、じゃあなんだろう、じゃあサメのぬいぐるみ、一人の子がサメのぬいぐるみめっちゃこよなく愛してて、で、もうかわいいみたいな、このサメのぬいぐるみほんとかわいい、もう私大好きなんだよねって言ってたとするやん。でもさ、もう一人の子は別にサメかわいいと思わへんしみたいな、いやむしろちょっとなんか牙とかも生えてて、いや怖いと思うしみたいな、
でもさ、え、私全然可愛いと思わないわみたいな言うとする。え、可愛くなくないって言うとするやん。そしたらさ、もう一人の女の子がさ、嫌な思いするかもしれへん。え、で自分の好きなものをさ、可愛くないとかさって言われるってなったら嫌じゃん。だからそこは、そうだよね、可愛いよねって言ってあげた方がその子は傷つかないじゃん。なんかそういうことを今言いたい。お店はやっぱさ、今はそれをサメの人形でさやったけどさ、そう、それがもし命あるものだったとしてさ、生き物だったとしてさってなったら余計さ悪く言われたら悲しくならへん？って大西は思っちゃうのね。そう、それがさ、自分がさ頑張ってさ産んだ子供をやったとしてみ？そう、まあ、またさ、それとこれでさ、この可愛いって言ってた子がまあどうあるかっていうかさ、それをこの子可愛いよね、ねえ可愛いでしょって言うのはまたそれはそれで違うけどさ、なんだろう、難しいよね、言葉にするのって難しいよね、そういうの。まあでも嘘は良くないよっていうのももちろんわかるけど、全部正直に言ってしまうのもっていう、難しいよね。要は気遣いし合えたらいいよねっていう。そう、そうそうそう、そういうことだよ。まあでも嘘ってね、言う言葉自体にね、なんか悪い印象があるからね、難しいよね。ということで30分になったということで何の話してたんかよ、分からんけど、まあ、無事洗濯物も干せたということで、じゃあちょっとこの後は舞台一プキャン初日なので、頑張っていきたいと思います。じゃあランキングの方を1の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位コバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がとちたろう丸、エンゼルランドさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が大好きアットマークももちゃんの初日見に行けて幸せさん、ありがとうございます、イエイ。そして、7位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がユマアットマークバタフライさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がクルリンアットマーク今日亀有行きます初日ファイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして、10位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がおまめさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がまさきアットマーク初日ファイトさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が大西かきやっとマーク大西軍祝、初日ももキャンディー楽しみですさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということでですね、では初日楽しんで頑張っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、ありがとうございました、バイバーイ。